国とも一貫祭、国とも一貫祭や四季国とも一貫祭の望遠鏡月のスケッチ時定前の星を見つめる少年像国とも一貫祭、安永7年10月3日天保11年12月3日は鉄砲単野氏、発明家。陽名は藤一、郷号は一貫祭、眠り竜、忌名はしげのあたりと目を切る。日本で最初の実用空気銃や、 反射望遠鏡を製作。その自作の望遠鏡を用いて天体観測を行った。大見国国とも村の幕府の御用鉄砲炭屋職の家に生まれた。9歳で父に代わって当米と名乗り、17歳で鉄砲炭屋の年寄り脇の職を継いだ。文化8年、彦根藩の御用係となり200目玉刀を受注することとなったが、 国とも村の年寄り4家は自分たちを差し置いての、この扱いに意義を申し立て長い構想に発展した。しかし関西の高い技術力が認められ、文政元年に年寄り側の敗訴となった。文政2年、オランダから伝わった風法をもとに、実用の威力を持つ強力な空気銃である、気泡を制作。その解説書として、気泡器を表し、 後には20連発の早田技法を完成させた。文政年間、江戸で反射望遠鏡を見る機会があり、天保3年頃から反射式であるグレゴリー式望遠鏡を製作し始めた。合計6 0ト、mm、ルで60倍の倍率の望遠鏡は当時の日本で作られていたものよりも優れた性能であり、鏡の精度は2000年代に市販されている。 望遠鏡に匹敵するレベルで100年以上が経過した、現代でも劣化が少ないという。後に、天保の大飢饉等の天才で疲弊した住人のために大名家等に売却されたと言われ、現在は上田市立博物館、彦根城博物館に残されている。その他、玉明かり、五階重筆、鋼石弓、心境など数々のものを作り出した発明家である。 この他に人が翼を羽ばたかせて飛ぶ飛行機、び弥流を作ろうとしていたこともある。また、彼は自作の望遠鏡で、天保六年に太陽国天観測を当時としてはかなり長期に渡って行い、他にも月や土星、一節にはその衛星のスケッチなども残しており、日本の天文学者の先駆けの一人でもある。天保十一年、国とも村にて死去。 去年63、昭和15年十五位を追造された。令和2年10月、一貫祭の成果から、反射望遠鏡を作る時に使ったレンズやねじ回し、砥石などの道具や材料が多数、発見された。国友村で年寄り脇を務める、御用鉄砲丹屋の家の一つ、辻村家とも言う。一貫祭は、この九代目にあたるが、特に著名であるため説明なく、 彼を指して、国友東米と呼ぶことが多い。初代、辻村東内は、美濃国の丹谷氏の出身であり、英少年間に、大美国国友村に移り住んだと言われている。その後を継いだ二代目以降の当時の多くが、国友東米を名乗った。他の国友丹谷職人は十あたりの名を用いるのが、通例だが、東米家の美の渡りくあたるの意を用いる。 明治時代に入り十一代目投資以降は、鉄砲丹野を廃業している。辻村党内国友東米国友東米国友、吉十郎義直国友東米優勝国友東米、茂光国友東内皇帝国友東米重則、国友東米茂安国友東米元はじめ国友、藤平の右京。ありがとうございます。